フェルディナント・フォン・ツェッペリン。フェルディナント・アドルフ・ハインリヒ・アウグスト・フォン・ツェッペリン。白尺。1838年7月8日から1917年3月8日は、ドイツの軍人、陸軍中将であり、発明家、企業家、公式飛行船を実用化した人物であり、ツェッペリンはいくつもの言語において、公式飛行船を意味する普通名詞となっている。1900年に来日し、 日本でも皇居を避けつつ上空を飛来し、Z 博の名で報道され有名となった。バーデン大公国、現ドイツ南部のバーデンビュルテンベルク州のコンスタンツ出身。セッペリン伯爵は1853年にシュトットガルトの大学し、1855年にルートビヒスブルクの士官学校に入学。ドイツ連邦ビュルテンベルク王国で軍人としての道を歩み始めた。 1858年までには、ビュルテンベルク軍の将尉になる。同年、自然科学、工学、科学を学ぶための休暇を許され、中便元へ。しかし、翌59年に、第二次イタリア独立戦争が勃発すると、公平として、プイセンに動員され、勉学を中断。1863年、南北戦争で北軍の幹線部官となるべく、アメリカへ。 アメリカでは、その後ロシア人やインディアンからなる遠征隊に加わって、ミシシッピ側の原理を探り、またジェイシュタイナーの気球に乗って、初の飛行を体験する。1865年に、ビュルテンベルクオーカール一世の副官に任命され、66年の広島戦争には、参謀として従軍。ビュルテンベルクに対する決出した貢献によりを、授けられた。 1870から71年の不仏戦争では、騎兵としてフランス敵人深くまで偵察を行い、ドイツ側では有名になった。1882年から85年までウーラン連隊の司令官を務める。最終的にはビュルテンベルクの講師となってベルリンに行く。1890年、司令官としての職務の歌手が非難を浴び、 退役を余儀なくされた。最終軍歴は中将であった。チェッペリンは南北戦争中、タデウスロウ教授の気球部隊を訪問している。部隊の気球は関係者以外は登場禁止で、教授はチェッペリンの好奇心を満足させてくれなかった。別の気球部隊を紹介されたチェッペリン青年は、そこのドイツ人飛行士ジェイシュタイナーから多少の教えを受けたようである。 1869年、セッペリンは再び訪米して、ローの下で気球の扱いを万事習い覚えた。1880年代以降、セッペリンは操縦可能な気球という概念に夢中であった。彼は1874年には、すでに完全な青写真を書き上げており、当時のビュルテンベルクオーカール一世に対し大型飛行船の軍事利を進める書状を出している。 1890年に辞職へ追い込まれた後は、公式飛行船の開発に傾注した。テオドールグロース、テイアドーグロスという技師を雇って様々な材料をテストすると同時に、当時としては燃費とパワーウェイトレシオに優れたエンジンを入手。また各種プロペラをテストし、純度の高い水素ガスの入手に努めた。彼は、自分の設計思想を信ずるところ、熱く、 1891年6月には、ビュルテンベルク王の秘書に飛行船の製造開始を伝え、その直後には、プロイセン陸軍の首脳部に見学の誘いをかけている。その翌日、ツェッペリンは自分が空気抵抗を過小評価していたことに気づいた。当時の最良のエンジンを使っても、飛行船は十分な速度を出せなかったのである。壁に突き当たったツェッペリンであったが、 ハンス・ジーグスフェルトが軽量で強力なエンジンを開発したという情報を得てすぐに楽観的になった。支持者のを焚きつけてダイムラー社からより効率の良いエンジンを挑発した。エンジンや部下のトラブルには悩まされたものの、チェッペリンは硬いアルミニウムの外皮が複数の機能を包み、プロペラ、火事、エンジン、操縦室はいずれも固定されるという公式飛行船の イディアを煮詰めた。1892年に航空技術者テオドール・コーバーを雇用し設計の改善を進めた。1895年8月、コーバーと共に構想した複数の重列に配置された牽引体を持つ操縦可能な航空列車が特許を取得した。1896年の初め頃で操縦可能な飛行船の設計について 抗議を行った。これは、多くの聴講者に感銘を与え、ドイツ二実者協会は、彼のために募金運動を始めた。また、アルミニウム合金の面で、セッペリンに協力したと出会ったのも、この抗議がきっかけである。1898年5月までには、ダイムラー、カール・フォン・ギンで、フリードリ・ヒホイトといった顔ぶれを集めて飛行船、振興会社を創設した。 セッペリンは総資本金の半分を超える44万千マルクを出資した。こうして実物の製造が始まり、史上初の公式飛行船セッペリン LZ1 が完成した。セッペリンはダーフィット・シュバルツの飛行船の特許と設計図、1897年を使用したのだという伝説が後年に生じたが、1938年にセッペリン社の風号エッケナーによって否定で、 その後の研究者にも否定されている。セッペリンの設計とシュワルツの設計は大きさ、構造ともに根本的に異なっていた。セッペリンはボーデ電湖上空を LZ1 で3回飛行した。飛行は繰り返すごとにうまくいくようになり、世論を陶酔させた。1908年に LZ4 がで墜落したことも逆に講習の興味を引いた。 650万マルクの募金が集まり、それによりとが創立された。同年、軍は LZ3 を購入し、Z1 と解消して、使用を開始した。1909年の初めには、チェッペリンは民間の航空会社にも使われるようになった。1909年までの間に、ドイツ飛行船航空会社は1600回以上の飛行無事故で行い、 累計37,250万人の旅客を運んだ。たったの数年で、チェッペリン革命は、航空運輸の時代を作り出したのであ1917年、第一次世界大戦の終戦を待たずに、ベルリンで死去。飛行船事業はフーゴー、風合エッケナーが引き継いだ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。